63キロ級の2回戦、白の道着、日本の谷本郁美、強豪相手にさあどんな柔道が見せられるか。下半身を狙ってくるウィルボーダス、長身です。青の道着がオランダのウィルボーダス、今年の世界選手権決勝で上野義恵に敗れた銀メダリスト、白の道着があの谷本歩みを姉に持つ谷本郁美、逆の一本。 この谷本、国際試合はあまり経験がありませんでした。過去にベルギーでの試合の優勝経験があります。今年ポイント対象の試合で獲得していませんのでランク外の選手です。安野さん、谷本はここから本格的に世界を目指す、その上ではこれは力試しとして興味深いですね。そうですね、またあの早いうちに当たることができるというのは大きいと思いますね。はい、 日本勢を追いに来ましたウィルボーダース、これは後ろからしっかり相手の体を抱えて谷本が来られています。初戦の動きはどうご覧になりましたか。初戦の動きはですね、動きよかったと思います。ただ今回ウィルボーダース選手とはですね、やはり相手が強い分緊張してる感はあると思うんですけれども、でも終始自分の柔道を出し切ってほしいと思いますね。大外刈りプラポライ、自分の柔道伸び伸びと圧倒しているしっかり技で投げて勝ちたいと話しています。お母さんも見ています。そして、お姉さんももちろん見ています。右の釣り手を取っている。ウィルボーダースは左の釣り手、お互いに釣り手を取り合っている。足を伸ばしてくる。腹いごし、潰される。谷本としては今の流れはどうでしょう。今いいですね。 タイミングも良かったんですけれども、少し上半身の崩しがなかったように思いますね。谷本の技のパターンでいうとどういうものが出ればいいと考えればいいですか。足技の方も出てますし、大技の方も出てますので、動きはいいんですけれども。内股払い腰、また内股か。内股払い腰、このあたりが軸、その前に足技で崩したいところ。腰を入れてくる相手の前に入ろうという谷本です。がっちり持っています。釣り手を動かす。 また、このあたりはサグリアイ。相手は世界ランク2位、日本の上野義也に続く世界2番目の選手です。当然ウィルボーダスは勝ち上がって上野と当たって今度こそ勝つ、それを目標に来ているでしょう。それを谷本がその前で潰せるか。支え釣り組み足、女子63キロ級世界ランク現在2位のこのオランダウィルボーダス、今年の世界選手権上野に敗れての銀メダル、去年の北京オリンピックでは銅メダル、 さらにおととしの世界選手権も銅メダル。安野さん、ウィルボーダスもずっと安定している選手ですね。そういう意味ではそうですね、もう年齢も重ねてますので本当にベテランで、精神面の方もかなり強いと思いますよ。現在31歳のウィルボーダス、25歳の谷本郁美が大内刈りを見せる。ただ、よし、低いところ入らない。 2番はいいぞ、見た感じはかなり積極的に行ってますね。そうですね、ただですね、ウィルボーダス選手の指導が出ました。ウィルボーダス選手の左手、釣り手なんですけれども、が疲れてる分、前が詰めれないんですね。ですから、そこをもう少し技を詰めたり、さばいて詰めるとかやっていかないと。それで釣り込みます。決まった。 相手が手を伸ばしてきた感じのところでしたね。でもしっかりさばいてから背負いに入りましたので、そこですね、やはり前が広いとですね、同じ技をかけても決まりづらいんですね。またウィルボーダス選手が重心が前になったところ、釣り手を使ってさばいて担ぎに入りましたよね。背負い投げですね。 もう完璧ですね、これは。そうですね、体重移動もしっかりできてましたね。ウィルボーダス選手が取りに行ったところをしっかり入りましたね。完全に腰に乗せて見事に投げ切りました。お見事、谷本。